ガリュー放送部のリズム&ビート。はい、今日もやってまいりました。やってまいりました。よろしくお願いします。しゅんさん元気ですか？今日はめちゃめちゃ元気ですよ、うん、よかった、ね、いや今日はですね昼から結構ね、うん、太鼓の練習長い時間やってまして、ね、はいはい、今新曲ね結構やってるんですよね、うん、はいはいはい、はい、新曲どうでした？しゅんさん嫌ですね、うん、嫌ですね。いやそういう意味、そういう意味じゃなくて、嫌じゃない、嫌じゃない意味で、あ、よかった、はい、まあ新曲2曲ほどですね、うん、ありましてですね、はい、その中で僕がね結構きっかけがあるんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ、うん、だからね本当気合い入れてやらないとねいけないなと。どうですか、うん、きっかけっていうのはちょっと緊張したりするんですか？ね、やっぱり初回、うん、1回目はすごく緊張します。あ、なるほど、ね、よし来た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 って、はい、で、はい、2回目以降、はい、それがいい感じになるんです。ああ、わかります。ありますね。うん、もう僕もね、なんかこう、うん、スリルがたまんなくてね。そう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 。ちょっと仕掛けたりしますから、ね。そうなんですよ。それがね、仕掛けられるといけない。初回はやめてください。ね、本当にそれは。はい。今日もすぐね、僕変えちゃうんですよ。うん、曲をどんどん変えちゃうんで、ね。そうなんですよ。はい。ちょっと大変ですよ。だからね、本番直前はやめてくださいね。ね。ね。まだわかります、ね。よくあるんで。はい、今練習っていうのがですね、はいはい、この、週末ですか、はい、土曜日の、うん、庄原コンサート、ね、コンサート、はいはい、練習してるんですが、うんうん、ひろきも、はい、なんかやってますよ。新曲あるらしい。新曲があるんですよ、はい、これもしゅんさんと、あ、もう言っちゃっていいんですかね。ちょっとだけ、じゃあ紹介してください。一緒にやってるんですが、うん、これすごい曲。ちょっとどんなイメージの曲？そうそう、イメージはですね、うん、こう大地をイメージした、はい、大地のエネルギーを、はい、僕が表現します。ひろきメインみたいな、はい、来てますからね。ひろきメインみたいな、ね、ほんまにね、はい、もう大地をね、はい、表現しますから、ね、なるほど、うん、これはじゃあぜひぜひね、ご期待ください。ということで、うん、はい、庄原のコンサート、うん、今年最後の大ホールコンサートということになりまして、はい、ね、11月何日になりますか？11月24日、うん、11月26日で庄原市民会館でね、そうです、コンサートをさせていただきますんで、うん、僕たちだけではなくてね、ゲストも、大阪からヌーさんが来たりとか、うん、あと呉市からね、西川さん、はい、そして音響卓にいつも座ってもらってます山田卓しますよ。そして、オーケストラもね、オーケストラ、ミニオーケストラというのも登場して、はい、なかなかのステージになりますので、うん、皆さんぜひぜひ、お越しいただけたらと思います。まだチケット残ってるのかな？はい、はい、ありますね。まだありますね、はい、ます、はい、ということなんで、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは行きましょう。はい、ガリュー放送部のリズム&ビートは、ガリューの音楽活動や日常生活の中で感じたことを皆さんとワイワイ語り合って地域を盛り上げていこうという番組になります。なります。この番組はエコロジーをテーマに、地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと、福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたします。私が、ガリュー代表で和太鼓を打っております竹内隆です。最近嬉しかったことは、はいはいはい、フローリングを、だいぶ腫、れてきてます。あ、いいですね、いいですね。ちょっと文章おかしい。いや大丈夫ですよ、すいません、伝わります。はい、はい、そしてドラムの河本俊介と申します。よろしくお願いします。お願いします。嬉しかったこと、うん、といえば、はい、久しぶりにですね、はい、友人と再会しました。あ、いいですね、はい、はい、いいことだと思います。ひろきは？はい、僕は、そういう振りなんです。どうぞどうぞ。ガリューで大太鼓を叩いてます、はい、竹内ひろきです。最近嬉しかったことは、野菜ができたことです、はい、あ、いいですね。わ、もうね、ひろきはね、野菜を愛する男なんですよね。そうなんですよ、それをね、だから今野菜不足でね、一番ね、うん、苦しんでるのはひろきなんですね、うん、あ、そうなんですね、はい、どうですか野菜、うん、野菜がね、のろけの方はすごくいい野菜がたくさん出てるんですよ、うん、いや、で今ですね、今最盛期なのはレタス、うん、あ、レタス食べましたよ僕も。食べました、はい、なんかね、うん、
一番外葉って割とね硬いんで捨てたりするじゃないですか。でも一番外葉から柔らかく食べれて、うん、味もねすごい、しっかりとついてます。そうですか。モロケはね野菜豊作ですよね今年。すごいですね、綺麗な野菜が、うん、本当にキャベツも、うん、あの例年ないぐらいすごくでかい葉っぱになってますよ。へー、してますよ。すごい、はい、特にあの何ですか、回し物じゃないんですけどね回し物じゃないんですけど、うん、ただあのうちの周りにたくさん生えてるんで、そうそう、はい、もう本当にね、ね、うん、モロケの野菜美味しいですからね、うん、はい、よかったらね、うん、食べてくださいね、うん、あの府中の道の駅とかにも野菜たくさん出てると思います。はい、うん、はい、ということで、嬉しかったことをねたくさんお話しさせていただきましたが、はい、それに対してのねこう感謝の言葉をね、うん、みんなあの忘れてないですかっていうようなところで、はい、本日のメールテーマの発表お願いします。発表します。ドルルじゃん、感謝の言葉言っちゃったね。メールはアルファベットすべて小文字で gr@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。ガリュー Facebook ページでも受け付けておりますので Facebook でガリューと検索お願いします。お願いします、はい、早速来てます。お、来てますか。ありがとう、感謝してます。ガリューの皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは。先週は仕事が終わったのが8時過ぎで、うん、ラジオが終わっていてすごくショックでした。大変だね、お疲れ様です、うん、ラジオすべてにメールをするのを目標にしていたのに、うん、府中市民病院の舞台すごく良かったです。府中のおめでたい行事にはガリューって当たり前になっていることがファンにとってはとっても嬉しいことです。ありがとうございます。カバンにサインをしてもらえて子供すごく喜んでました、うん、そかそか、感謝の言葉はやっぱり、うんうん、ガリューの皆さんにたくさん楽しいライブをいつも楽しくしてくださりありがとうございます。それと子供たちにもいつも可愛い笑顔で疲れを吹き飛ばしてくれてありがとう。母は幸せですいやありがたいですね。いやもうこちらこそそうやって応援していただいてね、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、お花さんから来てます。ガリューさんに出会えて毎日が楽しく、しんどい時は天地小、ゆっくりしたい時は薬神すごい、燃える時は DVD で金剛錬磨、大好きです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。感謝の言葉を送ります。なんかもうこうガリューに対していただいたらすごい嬉しいんですけど、はい、なんか照れくさいですね。照れくさいです、ね、はい、はい、ありがとうございます。桃田さんから来てます、はい、感謝の言葉はありがとうです、うんうん、今年は特にガリューさんたちのパワーで元気をもらい毎週ラジオを聞いているうちに挑戦体験といろいろ経験できました、はい、ありがとう、はい、だんだん寒さが厳しくなってきますが風邪をひかないように気をつけてください。はい、はい、もう新曲頑張って練習しましょうね。ねえ、あれですよね、はい、皆さんそれぞれに寝るときはこの曲、うん、ね、でちょっと寂しいときはこの曲、はい、楽しいときはこの曲みたいな、うんうんうん、いやとても嬉しいじゃないですか。嬉しいですね、本当に。しゅんさんちなみにこうじゃあ楽しいときにはどの曲ですか。ランジ。あ、いいですねランジはあのオープニングのね、オープニングの時にいつも流れてる曲なんでね、はい、皆さんチェックしていただけたらと思います、 それでは続いてのコーナー行きましょう。おいでよ町の有名人ビンゴ大躍進。地域で活躍する町の有名人をご招待してみんなでビンゴを大躍進させようというコーナーです。本日のゲストはコーヒー工房回帰船オーナー金尾康盛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいましたこんばんは。こんばんは。それではまず自己紹介をお願いします。はい、私はですね、はい、福山の田締町で、うん、昨年の4月から、はい、コーヒー工房回帰船として、はい、コーヒー屋さんやってます。あ、はい、はい、よろしくお願いします。まずですね、コーヒー工房回帰船というお名前なんですが、はい、回帰船というあのコーヒーカフェというかそういうところでは、はい、ちょっとあの変わったお名前だなと思ったんですが、はい、この回帰船お名前の由来を教えていただけますか。はい、回帰船というのはですね、はい、南北回帰船、はい、赤道を中心とした、はい、緯度25度ですかね、はい、プラスマイナス25度を
南海岸線北海岸線ありますけども、そこに、挟まれた地域を、はい、コーヒーベルトと呼ばれて、その地域で主にコーヒーが栽培されているとなるほどいうことにちなんで、はい、海岸線という名前をつけました。なるほど、こう赤道を中心として、はい、ちょっと北側と南側のその一帯です ね、 そうですね、いわゆる熱帯地方なるほどですね。ちなみにどういった国がありますかね、はい、そこそうですね、はい、まあ、あのアメリカでしたら中南米ですね、うんうんうん、はい、コスタリカやパナマとブラジル、はい、あブラジルね、コーヒー、ね、少し南の方に行くとペルーとか、あーはーはー、はい、でアジアでしたらインドネシア、うん、インド、あーはーはー、でアフリカは、まあ、コーヒー発祥の地と言われてますエチオピア、うん、でキリマンジャロで有名ですね、タンザニアとか、はい、あケニアとか、なるほど、はい、確かにその、南北、25度でしたかね、その間に、うん、ある国っていうのはコーヒーでね聞いたことがあるね、なんとかブレンドみたいなんとかに名前出てくるような ね、 ね、はい、国の名前ですね。なるほど、では その、コーヒーをたくさん作られているというそこの、エリア、その海岸線がお名前の由来になっているということで、はいはい、どのような雰囲気のお店なんですかね。そうですね、本当あのシンプルな店で、はい、あの席数もと少ないんです、全部入っても15席かな、で基本私一人でやってますので、お一人で、はいはい、あのコーヒーに特化した、はい、あのモーニングとかランチとかはやってないんですけれども、なるほど、コーヒーは、はい、あのシングルオリジンのスペシャリティコーヒーのみを扱っております、はい、なるほど、もう美味しいコーヒーを飲みに来てねというような感じなんですかね、まあ、美味しい美味しくないは個人の話なんで、おすすめの美味しいとはあれですけど、あの、はい、いいコーヒーをお出ししてるというのは、あの心がけてます、ちなみに、コーヒー豆こちら焙煎ってどうされてるんですか。あのですね、はい、うちはあの1回500〜600グラムを焙煎できる小型 の、はい、あのガスのハンネプーという焙煎機を使ってるんですけれども、はい、ではご自分で焙煎もされておられるんですか、はい、わあすごいですね。その辺の面白さから入っていったようなもので、はい、いやなるほど、実はですね、あのチームガリューって言いまして、ガリューのメンバーの中には、はい、あのいろんな職業の人がいたり、いろんな楽器をやってる人がいるんですけど、その中にですねコーヒーを入れてくれるコーヒー担当がいるんですね、はい、うちのチームにも、うんうんうん、で彼もあの自家焙煎で、焙煎したてのコーヒー入れてくれるんですけど、はい、やっぱり新鮮なコーヒーって味がなんか違う気がしますね。本当に香り豊かで香ばしく、うんうん、はい、もうそういった新鮮な焙煎したての新鮮なコーヒーを飲んでいただきたくて、はい、うん、なるほど、ですからあの1回の焙煎が少量で、はい、たくさん大きな焙煎機で焼いちゃうと何日も、まあ、小さいお店ですから何日も置いとかなくなる、それを避けるためにも本当、はい、2、3日とか、なるほど、1週間もないですね、うち、長くても 4、5 日では売り切れるように。あ、そうなんですか、はい、もう本当焙煎したてのその豆でね、こうお湯を注ぐとなんかこうこんもりとなんか盛り上がってきますよね、全然ガスを発生してこうこんもりとドーム状に膨らみますね、うん、ああいう、いいですね、はい、なんか美味しいコーヒーが飲みたくなってきます ね、いいですね、はい、なるほど、ちなみに先ほどお話の中にありました、はい、スペシャルティーコーヒーですか、はい、スペシャルティーコーヒーとはどのようなものなんでしょうか。まあ、各国日本にもスペシャリティコーヒー協会というのがあるんですけれども、はい、まあ、そこが明確にこれがスペシャリティ、これはスペシャリティだという明確な定義はないんですけど、一応そのスペシャリティ協会が、はい、あのやってるのはあのトレーサビリティですね、農園 の、はい、あの生産者、 あと豆の種類、はい、生成方法、うん、その辺を明確にされて、はい、取引されてる豆であると。うーん、でもちろんあの、はい、飲んでみて美味しい香りがいい、あとあの特徴的な、はい、あの個性のあるコーヒー、なるほど、そういうのは大体言われてますね。でしたらそういう、まあ、厳しいその厳選されたコーヒー豆というような感じですかね。そうですね、はい、うーん、
その、スペシャリティコーヒーが飲めるということなんですか。はい、すごいですね。それはその一般の方が飲めるようなそのなんていうんですかね、高価なものだったりするんですかね。全然そんなことはないんですけど、まあ、私の店ではこう小さな店で、はい、そのやってるんで、どういうんですかね、はい、あまり儲け考えてないというか、わすごいですね。ですから、はい、普通の喫茶店で飲める450円500円ぐらいの値段でお出ししてます、はい、そう、450円500円のお値段でスペシャリティコーヒーが飲めるという、はい、そうなんですね、それはぜひぜひ、はいはい、味わってみたいですね、うん、ただこうお店ができて今1年半ぐらいということを、はい、お聞きしたんですが、それより前は、どういったお仕事をされてたんですか。普通にサラリーマンだったですね。あ、そうなんですか。ではサラリーマンを、辞められて、はい、コーヒー屋さんを開店されたということ で、ね、なるほど。本当にあの、はい、内勤の、まあ、地元の企業 の、はい、あの社内 SE をやってたんで、はい、もうコンピューターとにらめっこして、もう一日中家に座って、はい、トイレぐらいしか立たないような本当に不健康な あれで、外の人ともそんなに、はい、あの触れ合うこともなく、なるほど、ですからこの仕事になって本当いろんな方とこうお話できたり、はい、うん、今回もこういうのに呼んでいただいたりとか、はい、もういろんな新しい出会いがあって、もう毎日が楽しいですね。ああ、それは良かったです。でしたらその、まあ、サラリーマンを脱サラというんですかね、されてあのお店を開かれて、良かったなという感じで、いや本当に良かった。あ、そうですか。いや前の会社の人、ね、ごめんなさい。いやでもそういったね、あの、あれじゃないですか、こう地域の中で本当に、ね、あの楽しくというか、うん、あの生き生きされてお仕事される方がね、一人でも多くおられるということで、うん、こう街もねやっぱり盛り上がってくるんじゃないかなと思いますね。はい、それではあっという間のお時間だったんですが、はい、そろそろお友達をご紹介していただけますか。はい、私の店のオープン当初から応援してくれてる、うん、はい、まあ、高校の同級生なんですけれども、はい、スペシャルキノコマイスターの藤原明子さんという方が、キノコですか、はい、スペシャルキノコマイスター全国でも9名しかおられない、すごい、で西日本では彼女ただ一人らしいんです。あ、そうなんですか。でキノコの専門家 で、はい、でその方が監修して作ってもらってる干しえのきパンというのがあるんですけど、それをうちの店では、はい、ああそうなんですか。よそではなかなか食べれない、美味しそうなのです、ね、唯一 の、まああのはい、うちの食べ物っていうかコーヒー以外のコーヒーを飲みながらね、干しえのきパンいいですね、いうのを出ししてるんですけど、はい、ありがとうございます。楽しみにしております。そうですね、はい、それでは最後にビンゴを大躍進させるための一言をお願いします。はい、本当私なんか言うのおこがましいんですけれども、いろんなコーヒーショップが福山にもたくさんあります、はい、で、そういうコーヒーで街をホットにしたいと、うん、はい、いいですね、ホットにしたい、素晴らしい、ましたね、はい、素晴らしいお言葉いただきました。ありがとうございます。本日の有名人はコーヒー工房回帰船オーナー金尾康盛さんでした。失礼しました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではガリューでガリューファーストシングルから天地ショーリミックスをお聴きください。ライブ情報です。太鼓と神楽の夢舞台、日時は11月26日、会場は15時、開演は15時30分、会場は庄原市民会館大ホール、出演は八千代神楽団、15通明会、ガリュ、前売り券は大人3000円、小中学校1000円、チケット販売は庄原市民会館0824-724242、0824-724242、各プレイガイドで発売中です。詳細はガリューホームページに掲載しております。
はい、はい、ぜひお越しください、はい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、はいはい、しゅんさん、うん、あの感謝の言葉、はい、はい、ですが、やはりですね、はい、まあ、うん、先週ですね、はい、ひろきさんがですね、うん、言いましたが、はい、いっぱいお父さんお母さん、はい、ありがとうありがとうという言葉はまず出てきますよね。そうですよね。うん、ね、僕らなんか特にこう、うん、あの音楽やってね、そうですね、なかなか肩身の狭い思いもさせたんじゃないかなと思っておりますが、うん、ありがとうということ で、 そうですね、はい、ということなんですが、うん、まあ、せっかくなんでね、はい、ちょっと山田君にも聞いてみようかな。おお、 どうした山田ちょっと久々にね、久々に登場でございます。うん、はい、どうも忍びを吹いております、山田拓です。どうも、はい、いや感謝の言葉、うん、ね、お、そうですね、うん、いや本当最近、うん、こういうことをねよく思うんですけれども、ね、うん、はい、何でしょう。いや本当生きてるだけでありがたいな、うん、そこはガリュに感謝だろ。なんでやねん生きてる、はいはい、いやいいよいいよ、まあまあでもそう、はい、まあまあ、そう思ったんだから、まあ、そうだね、思ったんです、思ったんです、生きてるだけで感謝だよと、うん、素晴らしいお言葉をいただきました、はい、ガリュにも感謝してるってねなんか言ってくれてましたけど、言ってくれてましたね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、皆さんもね、これなぜかというとね、うん、勤労感謝の日でした、明後日ですか。そうなんです、はい、なんですよね、うん、勤労感謝の日ということなんで、はい、なかなかね感謝の言葉って言えないと思うんで、うん、それをねきっかけにしてもらって、はい、普段思っててもね口に出せない、感謝の言葉、皆さん、うん、誰かね一人でもいいんで、うん、かけていただけたらまた変わってくんじゃないかなと。ありがとうと言いましょう、うん、ありがとうと言いましょう、はい、はい、ということです、はい、では次回のメールテーマですが、うん、クリスマスプレゼントです。ほう、メールはアルファベットすべて小文字で、うん、gr@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。もうこんな季節ですか。そうですか、もうあと1ヶ月、はい、まだ11月ですけど、そうですよね、うん、もうこれはね、男子諸君、うん、来ましたね、とうとう、はい、もうしゅんさんが男子諸君にあのレクチャーしてくれる、はいはい、そうです、何ですかそれは、何ですかそれは、来ましたね、そういう時期ですか。僕はね、分からないんです、プレゼントが苦手でね、うん、そうですか、はい、分かる、何したかプレゼント、うん、難しいな、カントリーマームとかね、あ、言ってるんだな、カントリーマームとかあげてたよねカントリーとか、カントリーマームをあげてたの、はい、そうですね、はい、なるほど、もうそれが精一杯、精一杯だった、ね、すいません、はい、謝らなくていいですよ、また皆さんそんな僕にね、はい、なんか教えてくださいぜひ。そうですね、プレゼント何がいいよ、男子から教えてもらうのも嬉しいし、あとね女の子にね、うんうん、そんなんもらったら嬉しいですよって ね言ってもらえたらありがたいかなと思います、思います、ぜひぜひよろしくお願いします。ガリュー放送部のリズム&ビート、この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスと福山の音楽を全国へ、スタジオ E レベルの提供でお送りいたしました。次回は11月28日のこの時間、月曜日の19時30分にお会いしましょう。ガリュー放送部のリズム&ビート、皆さんお疲れ様です。財布もいいけど、うん、やっぱり気持ちが一番かな。